おへそヒーリングです。こちらでおへそを押すっていうね、お話でしたよね。なんて名前でした。これがヒーリングライフというおへそ専用のヒーリングバーです。ヒーリングバー、はい、これは3面ありまして、お好きなところでおへそに当てて結構しますそうですよね。ちょっと勇気いる感じします。これやってみました。どうでした。痛かったですか。痛いところ箇所が分かって、あの私特に腎臓が腎臓腎臓が痛い。聞くのね。やっぱり痛いところと痛くないところがあるんですね。あの違いが分かります。でほぐしていくと、その痛いところが消えるんですね。痛くなくなる。面白いです。お腹の中ポカになります。おお。叩いたのとかやったじゃないですか。これ丹田叩きと言います。丹田叩きとか、意識して、はい、まあ、誰でも使わない方がいいんだけど、使っていけないわけじゃないですよ。ちょっと叩くだけでも私痛かったりするんです。うん、悪いとこすごい多い。これも、ヒーリングトゥギャザーです。そう、ヒーリングトゥギャザーはどうですか。みんなで健康になりましょうというコンセプトなんですが、合わせて、よかったらやっていただいてもいいですか。このように。すごい。痛そう、痛そう。すごいな。このように使います。よろしくお願いします。すごい楽しそう。楽しそう。でも楽しそう、はい、楽しい。笑顔で、笑顔で、トゥギャザー、トゥギャザー、健康になりました。トゥギャザー痛そうだな。トゥギャザー今も言わさず押されちゃう感じですよね。だってあの加減ができないみたいな感じ。そうです。イルチブレインヨガで体験できます。ありがとうございます。こちらは何をされてるんですか。私は結婚相談所やってます。あ、結婚相談所、はい、あの婚活をすることで心も体も健康に。あ、でもそれはありますよね。パートナーがいたら全然違いますよ ね、はい、やっぱりパートナーは健康がいいです。そうです、健康な方が、そもそもね、パートナーは健康がいい婚活する準備として健康にまずはならないかみたいな、それが最低条件ですね。そうですね。そういう方をつなげるお仕事ですね、はい、そうですね。私健康管理士という資格も持ってもいないので心も体も健康になるという、はい、中高年の方、特に40代以上の方っていうので夢がありますので、中高年の方の婚活が今暑い。そうですね、今暑い、はい、暑いです、ね。できれば40代以降の方、40代以降の方、はい、婚活募集しているそうです、はい、婚活パーティーもやってますので、ぜひいらしてください。はい、ありがとうございます。こちらお隣聞いてもいいですか。広瀬さん、高齢者の整理収納をやってます。整理収納、高齢者の整理収納、はい、高齢者の整理収納っていうと、まあ、普通の整理収納と違うポイントっていうのはどんなところが違うんですか。高齢になってくると身体の変化っていうのに気づき始めると思うんですけど、その変化に寄り添ったお部屋作りをしていくっていうところです。なるほど。だから単純に収納するっていうのもそうだけど、はい、もうお部屋作り自体をやっぱり変えていかなきゃいけないっていうことですね。そうですね。バリアフリーとかも関係しますか。はい、関係しますけれども、今現在お住まいになられているお家を過ごしやすい、身体の変化に合わせた動きやすいお家にして、はい、気持ちの方も前向きになっていただこうというような練習をしています。おー、なるほど。ただ動線自体を変えていくとか。そうですね。高い足が痛くて低いものが、あ、なるほど。配置を変えるとか。はい、そういう形。なるほど、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。